え、何キロ痩せたんですか。いやほんまにね、マイナス18キロ、2ヶ月の間に。2ヶ月で 18？ いやそうなんですよ。何やったんですか。いやあのちょっと虚勢しましてね、あのほんで帰ってきたマイナス18キロ。虚勢結構虚勢明けの方ってマイナス10何キロ。まあ結構ね、はい、大幅な減少を見せますけれども、まあでもあの食事制限と、うん、あのちょっとトレーニングで、まあ、ちょっとガッチリね健康のために休みようかなと思いまして、そしたらなんとマイナス。いやでもすごいですよね、2ヶ月で18。ありがとうございます。まあでもすでに、まあ、4キロ戻ってるんですけどね。では、はい、元々から比較すると今マイナス14ということですか。14キロですね。それどれぐらいで4キロ戻ったんですか。大体2週間ぐらいで戻ったんで、まあ、あと1ヶ月もすればまたあの皆さんの太ってる子のお兄ちゃんに戻ると思います。ちょうどあと2週間で半分くらい。半分ぐらいですね。そのさらに1ヶ月経つと元にみたいな、はい、そうですね。また来年あの見といてください、僕のこの太る成果というのも。はい、いやでもすごいですよね、はい、もう随分締まって。そうなんですよ、はい、ということでね、今日もジョッキーフェスティバル、はい、楽しくこのステージでお送りしていきたいと思います、はい。まあ、和田さんがいるから大丈夫でしょう。はいね、和田さん一つ期待したいと思いますね。はよ出たみたいな言い方すんな、辛いとんねんこっちは。さあそれではですね、皆さんお待ちかねのこの方々お呼びしましょう。ジョッキーフェスティバルを主催します、はい、関西騎手クラブファンサービス委員長の藤岡浩太騎手と、ファンサービス委員の浜中傑騎手、そして最後の登場、イベントといえばこの方、関西騎手クラブ副士委員長の和田竜二騎手です。皆さん拍手をお迎えください。よろしくお願いします。ご無沙汰します。イケメンでございます、はい。和田さんは、ね、やっぱさっきも出てきた、風呂入ってええ顔になっとん。最終ババ掃除してきたのね、こっちは。そんなことないでしょ、ずっとそこおったでしょ。そうそうってなって痩せました。痩せましたって、そんな聞いてたでしょ、今18キロ減ですよ。そうすが、そうでしょ。ちゃんとね、あのコータジョッキーも浜中ジョッキーも、うん、あのちょっと北海道でね一度あの会いまして、これから痩せるねんっていうタイミングで あったんでね。まあ、まだあの痩せる前、痩せる前、はい、元のおじいちゃん、はい、あんま分からへん。分かんないです。もうイベントの話しましょう。そう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 。おっさんの話どうでもいい、ね。はい、ということで、ではまず、お三方一言ずつご挨拶いただきましょうか。まずは藤岡浩太ジョッキーです。最終終わりに多くの方に集まっていただいて本当にありがとうございます。今年も楽しいイベントを企画しますので、皆さん楽しんでいって帰ってください。よろしくお願いします。声が予想行きやないかお前。そうですか。高っ。じゃあ続きまして、浜中傑ジョッキーお願いします。皆様遅くまで集まっていただきありがとうございます。去年も、こういう形でイベントを行わさせていただいたんですけども、まあ、今年は少しまた新たな、イベントも入れてますので、ゆっくり楽しんで帰ってください。よろしくお願いします。はい、浜中騎手ありがとうございます。さあそして副委員長和田ジョッキーから、僕は、ね、出てるんですかね。もうファンサービスじゃないけど、まあ、チャリティーが今回からこのイベントに参加させてもらって、はい、豪華大活躍の3人が出品してもらったんで、はい、ね、ちょっと僕入ってるんで何とも言えないですけど、いや大活躍。いやそうですね、今和田さん入ってるよなと思いながら振っとこうかな。う、和田さんも入ってますし、期待させといて下げるみたいなね。楽しみですよね、まあまあ、オークションの方もね、まあ、ちょっとご協力いただいて、うん、何時まで10時まであるのかな今日は。そんなにないです。そんな長くはないですね、はいはい、みんな立ってられないですから、ね、はいはい、ちょっと巻きでいきますんで、はい、皆さん終電に間に合うように終わりますだから。そんなにないです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで藤岡浩太騎手、浜中騎手、和田竜二騎手ありがとうございました。この後ですね、藤岡騎手と浜中騎手にはサイン会の方に参加してもらうということになっております、はい、お願いします。そして和田騎手にはですね、先ほど和田ジョッキーからお話ありましたけれども、チャリティーオークションに参加していただくということで、皆さんこの後も一つよろしくお願いいたします。それでは一旦、じゃあ皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。おいらじゃない。はい、ねえ、まだ、はい、だってこの浜中ジョッキーも、いやまだ追ってくださいね、すいません。はいはい、浜中ジョッキーもね、あの浩太ジョッキーもあの怪我から復帰されて、今年ね、うん、まあ、活躍されてますもんね。そうですよね、はい、本当に浜中騎手が年明けの、うん、また寒い時期、そうですよ ね、はい、藤岡浩太騎手もね、小倉で受賞を勝ってね、勝って小倉ターフ賞ですか、うん、はい、もらって、はい、浜中ジョッキーもね、レーヌミノールで重賞を勝って、はい、ね、小倉2回戦みたいな感じでしたもんね、うん、はい。ということでね、まあちなみにお兄ちゃん、はい、今日の神戸新聞杯はいかがでした、はい、いやもうめちゃくちゃ負けましたね。今日1日トータルしてもう多分 iPhone7 買えるぐらい負けましたね。 iPhone7、 はい、買っとったらマジっすか。えアホって言うな、シンプルに。あそこにずっとあの男いてますからね、ほんまに。まあ、たまに出てくる。私この後こちらに登場されますんでね、はい、そちらでちょっと待機いただいてるんですけどね、はいはい、
園田で買ったらいいや。まあそうですね、園田では買ってるんですけどね、中央じゃなかなか買ってない。あ、園田買ってるんですか。園田はね、結構ね、行かしてもらったら行くたび買ってるんですよ。いいですね、はい、結構イベント、トークイベントとかでこうやって見して買い目が当たったりとかするんですよ。あ、そうですか、はい、じゃあお客さんも結構それご覧になってたりするんでしょうかね。いや、それがね、全然見てなかったんですって。ああ見てたけど買わないっていうね、はい、まあでもいいですね。そうなんですよ、結構ね、馬券ではね、稼いでるつもりなんですけど、その番組でね、やるウマンチとかではなかなか当たらないっていうね。ああ、はい、ゴエさんが当たってましたね、またね。ちなみに今日何だったんですか、神戸新聞は。今日はね、僕ね、名村新軍から行かせていただきました。はい、池添が、すいません、池添関係者ですかはい、まあでもね、本当に名村新聞途中ね、すごいなんか言い上がりっぷりでね、来たんで、あ、これはと思ったんですけど、やっぱりね、ちょっとサドンダイヤモンド強かったですね。まあレース後のあのコメントだと、はい、まあ少しちょっと早めにいろいろ動かれる展開になって、こう、うん、早めに飾ろうね、はい、得なかったのがちょっと痛かったというような話ですけれども ね、 ね、はい、まあ池添ジョッキーもね、2週連続重賞制覇で来てましたから、うん、ちょっと勢いがあるんちゃうかなと思ってたんですけど、はい、なんかどうやら重賞レース、この秋競馬に入って7連続ぐらいで一番人気買ってるらしいですね。そうですね、今日も結局、はい、里のダイヤモンド、はい、で中山がゴールドアクター。そう、そうなんですよ。だからビッグアーサーから始まって、うん、ビッグアーサー、ロードクエスト、日本ピロバロン、はい、うん、シンハライト、ディマジェスティで今日みたいな、うん、なるほどね、はい、でさらに海の向こうではマカヒキも一番人気に応えてね、海の向こうまで入れますか。買ってますよね、まあ、海の向こうどこまで入れていいんやっていう ね、 そうね、感じではありますけどもね。ああ、そうでした。凱旋門ですからちょっと行かないです今年は。もう、まあ、お金がないってずっと言ってるでしょ。お金がないんですよ。あったら行くんですけど、ね、まあ今日ね、はい、iPhone7 分やられたわけですもんね。買っとけばよかったっすよ、本当にね。ああ、 iPhone7 買いたかった。そうですね、買いたかったっす。これ僕あれチャリティー僕も参加していいんですかね。出します。え、じゃ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 、その出てるやつを僕がこう買った。あ、落札、はい、結構ね、はい、まあ、今年阪神でそのチャリティーオークション、まあ、やることになってという和田さんのお話ありましたけれども、はい、毎年中山の方で、うん、ジョッキーイベントの時にチャリティーオークションやるんですけど、はいはい、結構な金額いきますよ。あ、そうなんですか。はい、ほんなん無理か。ほんなん無理ですよ。いや、わかんないですけどね。優しいやつね、はい、うん、なんか松坂ジョッキーの昔使ってた三角定規みたいな、なんかそんなのがあったらなんかちょっと安そうじゃないですか。なんかわからないけど、はい、その商品出てくるかどうかちょっとわかんないですね。でもやっぱ僕たち競馬ファンは嬉しいから、まあ、そうですよね。なんか高いもんドンって1個出すようか、うん、なんか細かくバーってなんか出してくれた方がちょっと嬉しい。ああ、いろいろね、はい、確かに。ああいう、あ、今ねちょっとこうものが出てきましたけれどもね。ちょっとこれすごい、うわ、ね、全部サイン入りですか。これ前の方の人ちょっともう見えちゃってますかね。ちょっと薄めにしていただいて、うん、これはかなり、これちょっといいですか。これ真ん中の、はい、いや、もうちょっと待ってください。もうちょっと待ってくださいね、はい、これはレアですわ、はい、確かに。いや、逆にこれ何ぼつくんかがほんまにもう見物、楽しみですよね、はい、はい、ということで、さあ皆さん今日ちなみに馬券の成績はどうだったんでしょうかね。あ、続々いらっしゃいましたですね。いましたね。じゃあそれでは行きましょうか、はい、第9回ジョッキーフェスティバル、まず最初はジョッキーチャリティーオークション。よいしょ。さあ、それでは早速オークションに参加してもらいます。ジョッキーの方々をお呼びしましょう。はじめまして、和田龍二騎手。3回目です。そして川田優雅騎手。はじめまして、ミルコ・デムーロ騎手です。こんにちは。皆さん大きな拍手をお送りください。今年大活躍の3人が。いや、本当ですよ。振っといたけど恥ずかしいわ、はい、いや、自分で振ってるんでしょ。大活躍してますって。俺フリーやから。そんなことないですよ。今日マックスさん、ちょっとチャリティーいつも京都でやってたんですけど、はい、ちょっと趣向を変えて、うん、ちょっと少人数で絞っていこうかなと思ってるんで、はい、この3人があと20年後ぐらいにまた出てくると思うんですけど。いや、なんでなんすか。持ち回りで多分やると。何歳ですか、20年後まだやってるね俺。すごいっす、体力。60何歳でまだ出ますんで。好きやな、馬が。まあ、素晴らしいね、商品をご用意いただきましたね。まあ、聞いていきましょうか。はい、はい、ではですね、どれからいきます。まず和田さんからいきます。一番安そうな僕からとりあえずいきます。そんなことないですね。何を謙遜してるんですか。それでは、クラン・モンタナちゃんのこれね、写真、はい、小倉記念のこれはクラン・モンタナパネルですかね。お、縦、これなんでこれやねん。なんでこれ登っていくんですか。なんでこうやねん。ペガサスみたいな違うでしょ。ちょっと向きが、お、いけん、いかれん。ちょちょ、もうだから、もうやりますから、ガタ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 。あ、ちょっと今ね、ちと落ちましたね。あ、俺無視持ってた、もういいよ、はい、
はい、という一応選手をさせてもらったんで、はい、選手を記念の、まあ、地味なやつね、はい、すごい、いずれもサイン入りということですよね。地味なやつね、はい、はい、ちょっと裏見てみましょうか。和田ジョッキー、今年1戦勝達成と。いうことで、はい、もうたったの21年にやったのに、こいつなんかもうすぐさっさとサインしたから、かすむかすむ。今年選勝してしてますね。お前何年？13年目です。俺たったの21年ですよ。いやいやいや、もう大したもんですよ。線っていうのは、線がすごいですから。まあいいわ、もうやろう。はいはい、やりましょう。よし、はい、選勝に、ということで、もういいですか？はい、小倉記念のこのクランモンタナのサインパネルとブルゾン、はい、一戦勝のブルゾンですね。はい、じゃあ和田ジョッキー、これいくらから？はい、じゃあ選勝にちなんで。2000円から1000にしといて、はい、じゃあ1000円ということで、はい、いや2000勝を目指して2000円からにしようか、はい、2000円 で、 そうですね、いいですね。じゃあまずお兄ちゃん、ちょっとルールの方説明いただけますか。わ、はい、かりました、今回のこのオークションはですね、現金のみとなっております。よろしくお願いいたします。ビザはいいんじゃん、ビザはいいんじゃん、ビザ、いやダメです、現金だけですから。カードダメなんです、はい、現金のみですからね皆さんね、はい、そして参加者の方は大きな声と、そしてね挙手、こうやってね分かるようにね手を挙げてください。アメックスいいんじゃん、アメックス、はい、アメックス、リボ払い、リボ払いできますか。リボ払いもダメです。あのこちらに見えるように大きく手を挙げて言ってくださいね、はい、お願いします、はい、そして見事落札された方はですね、舞台の上でジョッキーとの写真撮影もありますので、はい、頑張って落札してみてください。これアディダスのパクリですか？アディダスのちょっとね、このラインが3本やろ2本やから。そしてですね、決めといてくれるか。そしてですね、この収益のすべては2016年熊本地震の被災者の方に熊本県を通じて寄付させていただきます。お願いします。はい、ということで、じゃあ和田さん、2000勝を目指しての2000円からのスタートということで、はい、だんだん減らす方向でいきましょうか。いやいや、だからカウントダウン聞いたことないでしょ、そのセリーの。ただ iPhone7 もつけます。いや、長くなるから、はいはい、やろう。買えなかったんすよ、ね、やろう。はい、しましょう。さあ、それでは和田さんの、まだミルコ一言も喋ってへんよマイク持って、あ、持ってなんかたまにしてるよ、持ってる。俺はもう、どうでもいいからやろう。喋りすぎなんですよ、はい、あなたはよそ行きにしてください。多様性。さあ、それでは皆さんよろしいでしょうか。それでは和田龍二ジョッキーの小倉記念、この写真パネル、そして一戦勝ブルゾンサイン入り2000円からスタートでよろしくお願いします。はい、はい、決まり2000、はいはい、2000やろ。おいおい、今ミルコ騎手2000円です。さあ皆さん、意外になかったぞこれ。みんな笑い分かってて手上げへんやん。これもなかったらミルコのもつけるから。なんで、どなたからも、こ、あ、はい、どこ、あ、はい、一番後ろの白いポロシャツの方、はい、白いシャツの方、1万円、現在1万円です。さあ1万円ないです。さあ1万円です。様子見よう。1万円です。他にございませんか。はい、はい、1万1000、そちらの赤い帽子の方、1万2000円、1万3000円、1万3000円です。現在1万3000円です。ほら、他にございませんか。あのスタンドのおばちゃん、あ、手、あのピンクの、あ、違う違う違う、ゴミ拾いのおばちゃん。違う違う、今1万3000円です。和田ジョッキーのグッズ投げるわけないでしょ。2万、こちらの女性2万です。電車賃残しといてよ。いやいや、ちゃんと分かってますか。まだあるからね。2個から帰ったら。さあ2万円、まだある、2万円、和田ジョッキーのグッズは2万円となりますが、お母さん出しといてお金、ね、いらっしゃいませんか。はい、キャップの方、え、2万1000、2万1000、2万、はい、え、2万1100。いや、ちょっと小刻みや。100刻みになってきましたね。そこら辺のルール何も言ってなかったな。時間決まってるからね。2万1100。そこで2150って言ったらおもろいのにな。2万1100円、他にございませんか。もういいですか。よろしいですか。よろしいの。お兄さんにしてこの100円めっちゃでかかったんちゃう。そりゃそうでしょ。え、もう1万、ちょっともう100円プラスで、ちょっともう1000円単位でいきましょう。1000円単位で、はい、2万2000、2万2000、他にいらっしゃいませ、はい、2万3000、2万3000円、もう時間区切りながらいきましょう。 OK、 はい、まあ、どこ秒よろしいですか。はい、5 4 3 2 1、じゃあ、はい、2万5000。ちょっとあちらのお姉さんがすごく残念そうな顔を今されましたけれども、はい、2万5000、4 3 2 1、はい、はい、終了ということで、2万5000円、2万5000円で落札、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。あのどうぞこちらの入り口の方にお越しいただけますか。
よし、じゃああとはお三方で。いやいや、ちょっと待ってください。写真もありますから、ちょっと。ということで、和田ジョッキーのクランモンタナ小倉記念のパネル、はい、そして、はい、じゃあ次行きましょうか。次、いや今ここで撮影と、はい、それはもう まとめた後でやります。やっといて、やっときます、はい、時間決まってるから。